マレディ・ババは、エチオピアの陸上競技選手。専門は長距離走。エチオピア・オロミア州出身。2008年にウディネハーフマラソンに出場し、1時間10分32秒で2位となったのが国際デビューである。2011年、アフリカ競技大会の女子ハーフマラソンに出場し、1時間10分47秒で優勝した。 フルマラソンを初めて走ったのは2010年10月のフランクフルトマラソンで、この時は2時間25分27秒で5位に入賞した。2012年のドバイマラソンでは2時間19分52秒で3位に入る。その後、ボストンマラソン、シカゴマラソンと走り、ボストンでは3位2位、シカゴでは2位という結果を残している。また、アモイマラソンでは2014年、 2015年と2年連続優勝を果たした。2012年のロンドンオリンピックでは女子マラソンにエチオピア代表として出場して2時間28分43秒のタイムで23位となったが、その2年後の世界陸上競技選手権では競技最終日の女子マラソンに出場、レース終盤までヘラー・キプロプ、ユニス・ジェープキルイ・イキルワの2人と激しいデッドヒートを展開し、 残り100メートルで2人を突き放して1位でゴールに入り世界選手権初優勝を果たした。ありがとうございます。